握っちゃってるんですけど。もう。ね。おお、すごい。大したことねえじゃん。いっちゃったね。面白くない。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。おはようございます。おはようございます。いや、いつもおはようございます。まあ視聴者おはようございます。あ、そうです。はい。本日最近ゴルフばっかかよみたいな感じですけど、はい、ナイターゴルフで、はい、ショー、お前がもうデビュー戦？デビュー戦です。完全コースデビュー戦。はい、で松田君、まあ登場回数はまだ少ないけど、なんかどうね。そうですね。最近俺となんか変なわけわからない。そうですね。俺の鉄柱食らってる。ビンビンと。ビンビンと。でゴルフがめちゃめちゃうまい。マジで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 マジもう超プロ大出身ぐらいのゴルフは、まあ、楽しいと思う。だって勉強がてら、はい、ゴルフが好きになるような動画って、ね、あ、そうですね、うん、まあ、そんな動画になればなと思ってまたやりますんで、はい、お願いします。お願いします。これパー4ですって。パー4、はい、ミドルコース、はい、近いのボールだ。ちょっと距離はね、ちょっと多分飛ばんと思う。すごいな。お願いします。カメラを味方につけるタイプだね。自分ちょっと本番弱いタイプ。本番弱い。カメラだってガチガチでしょ。自分ちょっと本番弱いタイプ。本番弱い。カメラだってガチガチでしょ。おお、すごい光ってる。やっぱ距離出んな。すごい。あ、左に転がったね。見えたでしょ。え、めっちゃ見えるね。めっちゃ見えた、ね、昼間より見える。やっぱ飛ばんねえ。まさか緊張して左行ったでな。あの大トラブルだろ、これから。めちゃくちゃ練習してるから、後ろの。今練習してたね。朝10時半ぐらいからいたね。危ない。え、スレスレみたいな感じだったけど。めっちゃ見えますね。めっちゃ見えるね。すごい。じゃあ危ない危ない。まあでもこっちの方が安全だな。すごい。ありきんだな。チーチーとか。あ、来ます。いや、鍵が気合入ってます。気合入ってますよ。うわー、すごい。ピンクボール。ピンクボールだ。すごい。前だけど降りよって。あ、そんな。一番いいな。いや、めっちゃすごかったね。おー、すげえすげえ。すごいな、みんな。大したことねえじゃん。大したことねえ説じゃん。これ運転手誰？あ、運転手誰？今日いないの。まあちょっとお前らカップルの夜デートというのもまた楽しい。どういうこと夜デートって。まあ、この今日の動画の裏メニューは、うん、ミオとショウの。そんなんないわ。夜のデート。ないわそんな。お前ら草むらで二人でやってんの。草むらで。しかもさ、ゴルフ場でしょ。最悪だもん。ね、今日これがあるからちょっとあれだね、声が拾いづらいかもしれん。このあ、そうだな、ちょっと撮るところの声が取りづらい。あんまりかもしれんね。これ喋ってるのが一番楽しいかな。そうですね。今日は全く喋ってない。いやー、でも楽しいですね。今一発目調子いいんで。いいですよ。最高だったな。マジで楽しい。それは最高だわ。うまかったでしょ。え、うまかったでしょ。すごいですね。え、すごい綺麗でしたね。確かに。ちなみに一番しょぼいのマサキになった。大丈夫、こっから。まあ、色もマット進化だから。唯一の感触っていうか、寒いから。俺としてはやっぱりな、だって打つまで球の色わからんじゃん。そうっす、ね。あ、そうです。あの光るボールでもいいよね。あ、いいよ。なんかわからん、光って飛んでるせいか、スピードが遅いように見えるような。あ、目で追えちゃうからかな。目で追えちゃうじゃんかな。なんかそんな気がする。白だと目に追いつかんもんね。すごいゆっくり飛んでた気がした。一つだけ言いましょう。はい。俺のあんな低い球でもお前より超えてる。これだけ教えてくれ。これだけは事実だよ。ピンクありますよ。ああ、いいな。マサ君のやつ先行ったんだ。松田さんどこに行った？シモはライバルでライバルもいいけど。ありました。ありました。え、めっちゃ木邪魔ですね。俺だったら大丈夫ですか？はい、お願いします。ちょっとこっち暗いですね、やっぱナイターでも。
おお。すごい。めっちゃ綺麗に超えてった時。倒しがいがあるぞ。おお、すごいです。すごい。ざす。めっちゃ気分良さそう。すごい。右出るもん、できるだけ左にいっぱい狙うぐらいのがいいんだな。そして右出るの。はい。さあ。はい。ビビらしたのかな、松田を。松田をビビらしたいからな。あら、なんか多いな。え、体が流れ飛んだね。悪いです。分かってるわ。反省し始めた。なんか余計していける。まだまだセーフ。まだセーフ。まだまだいける、まだいける。3段目だな。なるほど。3段目、3段目、そう。歩いていこうか、歩いていこうか、みんなでね。すごい、自動で動くの。え、リモコンでいける。あ、持ってんのか。いいじゃん、いいじゃん。まだ3人とも3段目勝負だもんな。まだ変わらんすよね。あ、まだ変わらん。松田君倒せるんですよ。松田君こっからが地獄が始まるんだよ。お前パパパパパこっからゲームが変わるんだね。ショートゲームっていうね。そうだね。あ、ショーもいいじゃん。ショーが一番いいよ。花道っていうか目の前にバンカーも何もないで、はい、ミスショットでも前に出てきて乗るから光るともいいな。松田君ですもう球光ってんじゃん。もう疲れ切ってる。いや、青だから、青だから見えにくいだけなんじゃない。なんとな早いな、お疲れが。じゃあ、青だからじゃない。ショー、これくらいからもうパターンも置きましょう。あ、はい。で、何言ってたらどうせチョロルで。お前、でかいぞ。え、ちょっと過ぎたな。いや、当たってないもん。トップじゃん。あ、これこれこれ。お前、パタパタ。え、これじゃない。社長、社長じゃん。じゃあ、なんかここかけられたんだ。なんか聞かれたんだよ。あ、本当消えてるよ、もう。消えてる。いや、でも多分また打ったら、あのね、5分ぐらいで一回消えるの。もう俺ももう消えたもん。あ、ちょっと緊張してる、緊張してる。あ、でも、でも、いや、あんなたきりで、しょぼいとき。先乗り行っていい？はい。お、あが、右だ。あが、あ、でも乗ったからセーフ。めっちゃ超えちゃったんですけど。ね、めっちゃ超えてった。ね、ね、これミオ、みんなが失敗したらミオも知らないといけないからさ、先輩ですから。え、これ道路の場合どうなるんですか。あ、堀川さん、え、坂だからめっちゃ転がってくる多分。そっからどう、はい、それでいいんですか。知らんけど、まあ行きますか。行きます。打ってねえしね。待ってない、待ってない。あ、待ってない。おお。でも、おー、いいじゃないですか。来て。次、松田さん、お願いします。おお。はい。どうすかね。あ、俺ですか。俺ですか。俺は向こうから見ときゃ早いね。あ、なるほど。言いましたね。視聴者の皆さん。俺はそっちから取っても入るから。わかりました。お願いします。入れたよ。あ、入れてパーか。おお。うわ、純粋か。出ました言い訳。もうじゃあ俺先一回入れちゃうわ。はい。これ
でボギーパット。これ入れたらね。はい。おーすごいですね。よしボギー。まさかにプレッシャーかけてった。まさかあれがもうボギーパット。あパーパットか。もうボギーパット。ボギーパットな。おーいいダッチ。おーあー惜しい。すいませんお先です。オッケーあーもうオッケーオッケー。ラボで。ラボ。あの人来た。大したことないなって。大したことないな。もう入る方が来てるんだよ。まず近くに置くっていうだけ、こうちょっと大きく見て、この辺に置けばいい。おでもいいな。ほら、置く。でこれで置く。あまあ、一応入れてきゃ。しょうが。でこれで6音の3パッド9。うん、でも悪くない。9だったら。初心者にしては。うん、初心者にしては悪くない。で松田君が。ラモン。ラモン。俺が何？ボギーだろ？めっちゃうざい顔してますよ。めっちゃうざい顔してますな。え、なんかいるなんかいるよ。見て見て。何？みんな見て、なんかいるなんかいる。タヌキ、タヌキ。おい。めっちゃ可愛いや。もういけるな。ピンまでで119。風があるで、俺はじゃあ115打つけど、ちょっともう、球が5番の計算入れて。なんかすごい人に見えてきた。そんな計算してると。すごい人に見えてきた。計算が間違ってる可能性がある。まあそれは打ってみんと分からんからね。119だけど風があるもんね、押してくれると115打てばいいなっていう計算して、まあ打ってみんと分からんから。打ってみんと分からんから、それが自分の計算だよ。そうですね。だけど115だけど、そのあとはピッチングだけど、今回ちょっと飛ばん計算で、はい、自分なりや10ヤードぐらい落ちると思って、はい、125ぐらい。はい、お願いします。あ止まれた。あ、いや、入って止まったんじゃない。どんなこのホールで逆転のチャンス。今の社長を一発で見て。すごい。やっぱり距離が全然。じゃあ結構打った。すごい。おーすごい。一番すごいじゃん。ショウさんめっちゃすごいじゃん。ショウすごいな。すごい、めっちゃ綺麗に乗ってるもん。うめえわ。うめえわ。初心者なんですけど。うめえわ。ちょっとだいぶ飛ばんかもしれない。寒そう。いや、すごいですよ。すごい、めっちゃすごい。一番いいじゃないですか、初心者なのに。社長と松田さんビビらせてますね。ホールはカット。あとパターですね。そう、一番難しい。おお、めっちゃ、あ、なんとか止まった。おー、ちょっと超えちゃいましたね。あ、社長さんです。社長さんでございます。はい、社長様お願いします。はい、そんな聞いてません。お願いします。はい、お願いします。お、なんか右側で出てるもんね。あ、でも、まだ動いてますよ。でも、あ、止まった。十分ですね。すごいじゃないですか。まあ、ショーが言ってるよな。確かにすごいですね、ショーさん。ショーに大事だよな。すごい、本当すごい。パーチャンスあるぞ。え、ちょっと得意げな顔してますもんね。めっちゃ得意げな顔してるもん。おお、ちょっと止まりすぎたけどな。強いと思ったな。計算言うか。いや、ある程度ぶつかるかなって。あ、でもここら辺まで打って転がるかなと思った。そうだね。調子悪いぞ、松田。口元でもねえな。おお、タッチ。はい。わあ、惜しい。はい、残した。最悪だね。でもすごい。おいしい。ロス。ねえな。4点です。あ、5点です。3-4-2-1。社長さん向こうからでいいですか。俺から向こうからでいい。なるほど。
お願いします。シーコンレディが入ってくる。はい。お。いい感じ打っとるけどね、うん、結構強め打っとんだけどね。これまた微妙なライン残った。ちょっと小先打つわ。はい、おーすごい。あーボギー、はい、ボギーか。あ、これじゃ小さん入ったらパーパーいきますけど。違う強いじゃん、強いな。ボギーパッド、ボギーパッドが行きます。なんかアイスが止まってる。すごい。だって今回松田さんより良かったっすよ。あ、ありがとうございます。師匠。師匠。いいじゃん。すごいね。いや、もうすごいって言い過ぎてるぐらいすごいって言ったから。練習のせいか。昨日、でも昨日なんか微妙でしたよね、練習中。最後辺、すごい良かったですね。最初はその、でもだね、調子こいたら、アイアンで練習しとったから。でも調子こいたら失敗するって昨日言ってたから、調子こいちゃダメです。カメラ回ったとこいいかもしれない。社長と一緒ですね。行っちゃってるんですけど。え、消えちゃった。なんか今日ダメだもん。めっちゃ右行っちゃったですね。はい、わーガーリーめっちゃめっちゃ見た。あ、おるおる。あそこら辺だね。見えるか。もう途中で消えるね。ボイドも大体光ってる場所も全然。最終ホールなんですけど、皆さん最終ホールなんですけど、マザコ男見せてや。ここで2打勝っとるな。そうですね。最終ホール。そうですよ、最終ホール。そうです。動画的には最終ホール。3ホールだね。気合い入れます。かっこいい。ドライブ見せてや。よいしょ。あ、ちょっと左すぎじゃね。左行っちゃいましたね。微妙ない。でもあそこは結構左でやるとか。なんかカサンって言ってない？ね、木の中に入っちゃったんじゃない？ね、走る。ね、みや。痩せるかもしれない。痩せれるかもしれない。これで。木に当てないように頑張ってくださいね。松田さんすっごい綺麗に越えてったから木。はい、お願いします。最高のショットですが。おお、すごい、すごい、どこ行った、マッチャあの電気のやつですか。え、ねえ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 、すいません、やばくないですか。ダッシュダッシュ堀川さん。まあそうですね、お願いします。おお、ちょっとでもはい、上下動しちゃうんだ。上下動しちゃうのが名古屋がなんかにトップされてるの。はい、勉強になります。本当は元に帰ってきてない。松田さんどこ行っちゃった。全然いなかった。すごい、めっちゃ辛いですけど。絶対見つかんないですよね。あ、杭ある、ありますか。これ杭だな。オービーか。結構難しいよ。おー、でもうまい、うまい、うまい。ちょっと当たり悪いけど、ちゃんと向こう狙っとるじゃん。あ、でも池の方行っちゃってるよ。入るじゃないですか。そう、だってウォーって行っちゃった。入った。ねえ、松田さん、松田さん、なんか不調ですね、松田さん今
すごい。行けすごいと思ったらめっちゃ綺麗に行きましたんだけど。お願いします。30だけどちょっと、まあ、言い訳していい、はい、球入れたくないもんね。はい、ね、はい、球がちょっとわからんもんね。はい、140ぐらい打つから、はい、ちょっと強めに、ちょっと奥行っても高くなる。はい、距離がちょっと4年から、うん、ボール違うとちょっとあれですね。そうそうそう、うわめっちゃ入っちゃったじゃない。あかんか、入っちゃいました。もうダフった140ぐらいですから、ちょっと奥行ってもダサいって言われる。距離がちょっと4面から、みんな池の中入ってっちゃったね。もう面白くない。はい、はい、で3匹入ったもんね。ボタンです。ねえ、おおすごい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 。え、めっちゃ今すごかった。池だったのに、すごい。お。めっちゃ息、綺麗に息入っちゃったさ。松田さん、はい、お願いします。やば、松田すいません。じゃないですか今。おやばいっすよ松田さん。来るからやめて。おもろい。おもろい。絶対走ったらダメです。走ったの。もう、もうネタじゃん今日。また松田さん、俺ここからですか？足大丈夫ですか？それで1、3打目に入っちゃったもんで、俺もここだめだな。一回マサキはあの壁に当たったもんで、ね、それに行った、それに行った。マサキはそっちが打てるでしょ。一回壁当てたもんね。本当は正直に俺もうその辺からなんだ。そうなんだ。あ、入ったとこからっていうかさ、で一回向こうにドンってついたらもう向こうから打てるんだ。ついてないからダメなんだ。息をまたいだ場所、正式にはね。お、あでもギリギリギリ悪くないけど、ね、そうなんだよね多分ね。どっちから打ったらいいんだ。おすごい。あーギリ入らなかったです。すごい。え、あとちょっとでしたね。めっちゃ長さっすね。池3連発ぐらいしちゃいました、ね、え、めちゃくちゃすごいじゃないですか。でもこれ3連発なくてこれだったらめちゃくちゃすごかったですね。ここから巻き返しますけどね。確かに動画にはならないですけど。
確かにもう最終ホールなのでみんなボロボロですよ。メンタル弱いんだ。意外とですか、強そうに見えて。おあー強いです強いですね、息入れようとしません、また感覚が分からんのだって。怒ってます、怒ってます。おお、あー惜しい。でもいいですね、堀川さん。あ、大丈夫ですか。なんか初心者なのに初心者が行きがってきました。いや、パターでちょっとやられちゃってるっすね。おお、あ、でもちょっと強いから行っちゃうっすね。さっきはそんなことやっとるのわかんない。お前ないんじゃない。あ、先まだおるんか。はい、あ、先どうぞ。じゃあ、ショーマ、もういい、入れちゃっていい。はい、もう多分これさすがに入るでしょ。もう俺、これ何打目なんだ。3打、だ5打目だ。5、6、7だ。おー、7 7 7 7 7 7 7 8打目っすね。んお前、ほんで池入れて、それで次5打目だろ。5打目で、あ、5 7打目、5、うん、だって6 7 8 もうでもいい感じ、いい感じ、いい感じ。まあまあちょっと弱いけどな。あの顔見てください。もう一回、容赦なくもう一回。もうこっちから取って。容赦なくもう一回、もう一回。遊んでますね。もうパドやったことないよな、しょうがないな。まあしょうがない。すごい。まさか。計測不能で、おそらく10ダメなんだけど。10ダメ、そこ池最初入れてなかったでしょ。入ってなかったですもんね。うん、あ、入ってなかった。あ、そうか、 OB から2回やったんで、 OB まで。そんなね、そっか、5ダメだった最初。おもろかった。すいません。 OK、 OK、 最終ホールなんですけど、皆さん最終ホールだったんです。カナダが勝ち、俺勝ちか、俺だそうです。勝ちか、勝負だ、最後の11か。で、マサキがマサキ10、池10だったと。いいとこ見つめなかったね。はい、でも28日ちょっと、あ、28日ね、はい、あの視聴者の皆さん、これ、まあ、これ前哨戦で、実は28日にちょっともうガチコース行こうかって言われた。はい、その時までお前勝負練習しとけよ。いや、マジ上手いんだけど。あ、絶対言ってるよ。でその時はお前何目標スコアって言われるけど、130超えたらやっぱペナじゃない、やっぱ迷惑かけんっていう意味でな。130 最初から言ってた。130がもっと今のペースだったらもっとやばいからね。よし、カート乗っていこうか。はい、はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様で、じゃあそこからプライベートで見ようもな。はい、まあできるかわかんないですけど、まあ本当にでもこうやってやったら面白いだろ。だからみんなね、あのそんななんか上手くならなかんとかよりもこれ楽しいのが一番だね。はい、今日のボロボロだけど、まあでも楽しい。また皆さんぜひゴルフやって、ちょっと全然ゴルフ動画が再生伸びんで社員も怒られそうだけど。ゴルフばっかり言ってるけど、いいことにあの YouTube 撮りに行ってだけど全然伸びてないんで。全然伸びてない。皆さんじゃあよろしくお願いします。はい、また見てね。